ですね、その診察に来た患者さんに聴神経当てたら、もう異常なぐらい心拍数上がっちゃって、もうバク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 しちゃって、すごい数値になっちゃったっていう。就是他呢去帮男性的患者呢测量这个心脏的这个心跳数，就他发现了这个男性患者心跳数异常的快速上升，让他吓了一跳这样，然后他赶快请医生来看，就啊没有，就那个护士那个男生说呢没有，我是看到护士小姐太漂亮了才会造成这样子。好的，耶 ，TRA 爱情诊疗室火热开张。気持ちよさそうですね。ですね、その診察に来た患者さんに聴神経当てたら、もう異常なぐらい心拍数上がっちゃって、もうバク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 しちゃって、すごい数値になっちゃったっていうのがあります。なるほどです。はい、我们梁生小姐说呢，她呢在以前当护士的时候，曾经遇过一个状况，就是她呢去帮男性的患者呢测量这个心脏的这个心跳数，结果她发现了这个男性患者心跳数异常的快速上升，让她吓了一跳这样，然后她赶快请医生来看，就啊没有，就那个护士那个男生说呢没有，我是看到护士小姐太漂亮了才会造成这样。看護師もすごい中学生ぐらいからずっとなりたくてなったんですけど、やっぱり業務内容が毎日同じような感じだったんで、その新しいことに挑戦したくて、でこの業界ってすごく毎回やることが全く違うので楽しくて、最初は怖くて本当に大変なのかなって思ってたんですけど、もう皆さん本当になんかお姫様みたいに扱ってくれて、すごい皆さん優しくて、もうすごい楽しくやってます。ありがとうございます。いい関係な、もともとこのセクシー女になる前からインスタグラムとかの SNS を個人的によくやってて、ちょっと普通にしてはフォロワーの方が多いぐらいだったので、その時に友達にじゃあ向いてるんじゃないかっていうふうにお勧めしていただいて、天気かなと思ってチャレンジしてみました。全く同じ心境なんですけれども、スタッフさんしかり関係者の方々もすごい優しいんですけど、さらにファンの方もみんなすごい優しい、思ってた以上に優しいので、毎日優しい気持ちで仕事ができてます。肩と腸が悪いって言いました。あんまりそっと触られるともうゾクゾクしちゃうんで、もうしっかりめにお願いしますって、恥ずかしいんで。他说呢，他只要会按照那个稍微敏感的地方，他就开始就是有点颤抖这样发抖，那他会请师傅说请按别的地方这样。